欧州 FM 本社スタジオ正面玄関。欧州 FM 放送株式会社は、岩手県欧州市及び、伊沢郡金ヶ崎町の各地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。欧州 FM の愛称でコミュニティ放送をしている。日本一笑顔が集まるラジオ局。笑顔で暮らそうをキャッチフレーズに開局。 花いっぱい大作戦など、地域のリスナーが積極的に参加する活動や試みを行っている。自社制作番組以外は、ミュージックバードの番組などを放送する。課長範囲は、欧州市、金ヶ崎町の計44,981世帯。範囲外の北上市でも、良好に受信できる地域がある。その他、花巻市、盛岡市、一の関市、 仙台市などでも、聴取可能。ニュースソースは、単行ニュースが単行日日新聞、オシ州、FM ニュースが読売新聞、県南ドーカルニュースが岩手日々。ジングルは、岩手県在住の音楽ユニットアンダーパスが制作したものが大半である。二0 1年三月十一日に発生した、東北地方太平洋沖地震に際し、欧州市は十二日十二時三十分に、 臨時災害放送局、欧州災害 FM の免許を取得した。同局は、当社の機材、人員を利用し、空中線電力を20ワットから150ワットに増力して運用。この出力は、同震災により、被災地で開局した臨時災害放送局で最大である。予備送信所は、災害等で、木の川の送信所から送信できなくなった時のみ使用。 もともと岩手面恋テレビのスタジオだったため、アンテナが設置されていた。2011年1月25日に試験電波発射を実施。2011年2月1日に発生した水卓での火災にて送信ケーブルが遮断され、18時51分頃から無音状態となり、総務省の許可を得て19時50分頃から予備送信書が使用された。 無線システム普及支援事業費等補助金を利用して、地形などにより、電波が受信しづらい地域に中継局を設置することを、単行日日新聞が報道。2017年度は、前沢市街伊沢赤柳の温泉保養施設、姫か湯周辺の2地域で整備を計画。2018年度は、江差市の、伊州柳川、米里、 広瀬の4地域でも整備することが検討されている。中継局の整備は、欧州式機管理課が担当する。平日土曜日日曜日欧州 FM 放送では、岩手県内のコミュニティ放送局で、唯一の大晦日の夜から、元日の25時頃まで、カウントダウン番組、ゆく年くる年カウントダウンを、欧州 FM 本社内に特設スタジオを設け、生放送で放送しているキャラクターには、 欧州の奥の字をモチーフにしているため、奥ちゃんという名前で欧州 FM スタッフやリスナーに呼ばれている。会社概要欧州 FM 放送かつて岩手県北上市藤沢の流通センター口交差点にここから77.8メガヘルツ欧州 FM と記された欧州市側へ向かう通行車両に向けた看板が設置されていたが、現在は アパート建設により撤去されている。ありがとうございます。